ですわ。あ、そういえばもうすぐ2万の検査の日でしたわ。近いうちにカッパさんと薬人さんにお会いしに行かないといけませんわ。検査の前に1試合まだあるし、早めに休みたいところですわね。あら、高速進行源氏の先が減速源氏。線路の工事中かしら。なんですの。あー、車両故障か。ここで停車して助けを呼ぶことにしますか。ちょうどホームが長いですし、前側で停車させますか。連絡はしたものの、あとどれくらいで来られるのかしら。あ、来られましたわね。すぐさま連結とは。お忙しい時に恐れ入りますわ。いやいや、全然構わないよ。すごく話しづらい。ごめん遊ばせ。とりあえず車庫まで送るね。恐れ入ります。どうぞよろしくお願いいたします。それただの敬語じゃない？お許し遊ばして。お、ルナさんいらっしゃい。ニトリ様ごきげんよう。お会いできまして嬉しゅう存じますわ。最後のあはいらないんちゃう？あらそうですの。ニトリが普通に接している。だと？おい、それどういうことや。ちょうど検査するタイミングが近かったから都合がええわ。その2万系はしばらく検査で預からせてもらうで。よろしくお願いいたします。ところでいつ頃検査は終わられますの？念入りに見ときたいから早くても3日かな？あらそうですの。ではその間、何か編成をお借りできますこと？なんか余っていたかな。あの115系はどう？小回りが効くから使い勝手はいいかもしれないよ。あら素敵な色ですこと。確かに色合い似ているよね。おっしゃる通りでございます。寒い。暖冬でも寒いものは寒いですな。自然の力なんだから、それはもう仕方がないよ。ところで今回の私の対戦相手って、ルナサさんでしたね。ルナサっていつからお嬢様風の言葉を使い出したんだろうね。そうは言いますけど、あの方もまだ言葉を使うには未熟だとか感じているみたいですよ。そうなの？あ、来ましたよ。西武2万系を使って。あれ？あれってヤヒコの？ヤヒコってどこ？そこですか？待っていたよ。ごきげんよう。今夜はあいにくのお天気でございますね。天気は崩れていても、バトルはいつでも晴れのように輝いているよ。私もそのように存じますの。あれ？なんか思っていた反応じゃないよ。そういえば、ルナサって西武車両を使っていたはずだよね。なんで今回は違う車両なの？前日トラブルが起きまして、ニトリ様やヒナ様に修理をお願いしているんですの。あやま、大変だね。待てよ。ってことは使い慣れていないってことだよね。これは勝ったかな？さようでございましょうか？そう思いなのでしたら、早速競技になさいませんこと？よほど自信があるようだね。でも勝たせてもらうよ。いくら性能ダウンしているとしてもこっちは伝説クラスの車両だからね。絶対勝ってみせるんだから。それではカウント始めますよ。5秒前。4321。ゴー。あら、私が先行ですの。後ろか。これならいけるかも。あの逆
そのバトルはまだ始まったばかり、まだ合わせるタイミングじゃない？よくみ様、結構後ろでご覧になられていらっしゃるんですね。まだ大丈夫、ここで一気に近づくことができるからね。場内は中電池、この出発は高速進行電池、この間大変進信号がおかしいと電池を使った、近づけたけどまだ見てないか。壊れませんわね。前回を封じていらっしゃるのかしら。それとも私自らが下がっているのも検討するべきですよ。まさかここまで来て見てないなんてね。正直驚いたよ。君の挙動が変わっていなかったら、こんなバトル勝手に終わっているはずなのに。それでこの状況どうしよう。こんな距離どうやって決めれば。仕方がないですわね。終盤ですが速度を落として差し上げますわ。これで追いつけますこと。来られませんわね。あれ、さっきより近づけている感じがする。それでもまだまだ後方にいる立場なんだけどね。それも追いかけないのかな。すごく後ろにいるってことがよくわかりましたわ。ですが、さすがにこれほど速度を落として差し上げれば確実に抜けますわよね。よし、やっと追い抜くことができる。ようやくってところですわね。すぐ追い抜いてみてますわ。もうそこまで来ているの？今更ながら、これはわかるですわ。誰しもが勝ちたい気持ちをお持ちです。そう、今の私もその一人なのですわ。あっさりと抜かれた。負けちゃった。普段使っていない車両なのに、なんでそんなに上手いの？ほとんどいつもと変わらないスタイルで走ったんですわよ。そして、すごく後方におられたご様子でしたが、じっくりご覧いただけて。わかりやすく申し上げれば後ろで見ていてどうだったかってことですわ。そういうことね。早くて全然追いつけなくて、もうダメかなって思ったよ。でも途中で運よく前に出れたからラッキーって、そしたらあっさり抜き返された。私も驚きましたわ。すごく離れていたんですもの。でも楽しかったよ。ありがとうね。それじゃあごきげんよう。それは私のセリフですわよ。お帰りになられましたか？もう少しお話をしたかったものですわ。私も帰ることにいたしますか？キナー、RB26 のやつってどこ置いてたっけ？そんなのあったっけ？